はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドね、シングルランクマッチやってくんですけど、ちょっとね、今日使うポケモンをまず紹介させてほしくて、それがね、もう、大王道なんですけど、なんか、多分、僕がね、動画投稿始めたのが、1年半ぐらい前で、1年前ぐらいから、毎日すべての剣立ての動画に、大王道使えってコメントしてきてるね、クソガキがいて、そいつが半年前くらいに、こいつをね、突然、いきなり交換で送りつけてきたんですよね。しかも TM じゃないわ。ポケモンのニックネーム見てほしいんだけど、もう、本当に、さ、小学3年生ぐらいのさ、なんかゴミガキが考えましたみたいなね。そういうポケモンなんですけど、ダイマックス環境最後になっちゃって、巨大マックスで使えないから、最終日なんですけど、これを使って、ランクマッチしていこうと思います。で、ちなみに、このポケモン自体ももらえもんだし、イバンの実もね、さっきね、友達から、もらえました。もらえもので、僕のチャンネルというかコンテンツはね、成り立ってます。じゃあ、技構成だけ一応見せとこうか。ジャレツクは、普通に打点として入ってて、アイヘが巨大鋼人。巨大マックス技がね、そのステロの鋼タイプマンみたいなのを負けるやつで、それをやりたくて入れてきました。で、まあ、そうなった時に、ステロと両方あると、めちゃくちゃ削れて面白いんじゃねってことで、ステルスロックと、まあ、ダイマックス、初手ダイマックスとかするから、まあ、相手ダイマ枯らしたいなと思って、こらえるして、イバンステロとか、まあ、その辺で動き取れたらなって言って、タイプがフェアリー鋼で、まあまあ、まあ、止まる相手も結構いるけど、まあ今環境に多いドラゴン系とか、ガブ、マンダ、カイリュウ別に多くないか、カイリュウとか、まあ、その辺にぼちぼち打ち合えて、まあ面白いんじゃないってことなんで、まあ、こういう技構成になってます。配分ちなみに、まあ AB ぶっぱっすね。ヒットポイント高いんで、まあ物理と打ち合おうって決めたんで、AB にしました。じゃあ、試合の方どうぞ。はい。じゃあ早速ね、対戦の方やっていくんですけど、この試合は大王道初手に投げたくて、まあ、S 場だけちょっとやばい。さすがにやばいから、ランドラインをかけたらダメだね。ってなると、ラストをどうするかで、ラグラージに展開されるのはちょっと防げなくて、まあ、そうなると、それにそんなに弱くないので、欲しいよね、裏。まあ、ステロン湧いてくるでしょ。ノラゴン置いてもいいけど。いや、ノラゴンピンで持ってってもちょっと厳しいか。こっち裏、ラストランドロス残る展開。いや、多分ね、いろいろ考えるとエースバーン欲しいけど、ステロマカレンのだけ止めれないのはちょっときついな。そこだけなんとかしたい。ただエースバーンの通り悪くないから、こっちはエースバーン置いていいと思うんだよね。いや、多分ね、これね、あれだわ。ミニドラゴンだわ。ダイマ切れない、裏に。初手のエースバーンはちょっと諦めるしかないね。はいはい、大丈夫。大丈夫。S バー引きがあるか、どうかみたいな感じだと思うけど、これだったら、これ、このチンコでダイマックス切っていいでしょ。それしかなくね。ドラパ突っ張とか考えるとフェアリーだけど、後陣打っときたい感じはある。後陣かな。初手台まで行きます。突っ張ってるならフェアリーだったけど、まあ、トンボ返りとかまだありそうだね。ああ、それかまあ、いや、特殊はちょっと、どうなんだって感じあるけど。まあまあまあ、それだったらまあまあ、ちょっとイバンに頼るしかなくなるかな。身代わり。はいはいはい。身代わりはちょっとだるいな。型どっちだこれ。型がわからん。とりあえずただ、残飯やめてくれ。残飯やめて。いや、残飯じゃないさすがに。残飯で、裏引くかな。状態以上考えると、フェアリーはなるべく最後のターンに打ちたい。ってなると、後陣もう一回打つか。相手ダイマックス枯らしに来るでしょ、身代わりで。うん。まあ、こっち視点、これはステロ巻いて。とりあえず、ここの打ち合いは、僕が、押し込んでいけるから。それはいい。身代わり連打でダイマックスさん枯らさないのちょっと尺だけどな。残飯がうざくて、ここは最後のターンなんでフェアリー打ちます。まあドラパ削れて、
いやー、ラストをどうするかな、持ってき方を。ちょっと難しいけど、身代わり。やだね、ラグで止めようっていうのはさすがに阻止できるから、フェアリー打ってるおかげで、まあまあなんとかなってるでしょ。ステロ巻きたいけど、ステロは死に際にこらえてステロでいいんだよな。それより対面のドラパルトを殴っていくことが重要だと思ってる。いやー、初手台守ったより荒らせなかったな。もうちょい初手台までいじめる気あったんだけど。まあ、じゃれ打っていくか。対面通るし。ここどうすんだろうな。こっちの方あんまり見えないはずだと思うんだよね。また命の弾でもないから、アタッカーでもないでしょみたいな。みたいな感じだと思うんだけど。初手台はこういう、あれだな。ちゃんとケアされた時きついね。裏。いや、でも耳のラゴンで詰めれると思うけど、ステロと両方本当は。あー、このターン捨てるのもよかったか？いや、だから身代わり残されるとちょっとめんどくさすぎるよな、いくらなんでも。それはちょっと避けたくて。引いた。ダンサー。ダンサーにじゃれ入るのはでかいんじゃない？で、こいつ引けないでしょ。多分。硬い。HB か。ここは第3打打ってこないのと、何されても耐えるから、ここステロ巻いて、後陣ステロで、ドラパー多分まあ、楽勝になるでしょ。ミミッキュから次入るか、ノラゴンから入るかみたいな感じか。跳ね。ここステロを受けたのはまあまあいい。ステロ巻いて。いや、言うてこ、いや、ミミッキュの取りに2回展開したいんだよな。ただそれはちょっと厳しいか。サンダードラパでしょ？アット1誰だ？その2体で重いの。まあ、ランドロスとかはちょっとやりにくそうだけどな。じゃれ連打しても5つ目で僕削れるだけだから。一回ミミッキュ下げるか。いや、でもドラパはね、ミミッキュをヒットポイント1でも残ってれば処理できるから。放電でマヒン内のデカ。まあ、トリル呪いで動いて、ドラゴンで全部持ってけるんじゃないかな。見通しが甘いかな。相手し、わからんわからんわからん。ダイマ切ってくる。いや、でもその HB サンダーの攻撃は一発は耐えるんじゃないか？ミミッキュにダイマ切ってくれんの、まあまあでかいな。まあでもミミッキュ重いよな、相手して。ドラパだし裏。これ多分ミミッキュ相当重いぞ。サンダーで無理やり処理しなきゃいけないってことだから。ジェット。一発は耐えるはず。ああ、そうだよね。オッケー、オッケー、オッケー。これはでかい。トリル張る。で、呪ってきていい。で、サンダー多分引けないと思うんだよね。ステローと巨大行進両方入るから、引くとまあまあ、まあうざいこと起きるはずで。で、トリルターン3ターン残るから、まあその間にノラゴンでどれだけ暴れられるかみたいな、そういう感じになってくると思うんだよね。だからダイマックスこれ使ったから、どっかで計算崩れることを考えなくていいんだよね。ジェットは透かして、呪いダメ入る。
相手大魔ターンまだ2ターン残ってんのか。あ、1ターン残ってんのか。いや、でもドラゴンだな。さすがに。これ落ちないかな、ハチマキで。耐久ぶりのサンダーだけど。いけるくない？ワンチャン。ハチマキのドラゴンだよ。ぶっ飛ばせるでしょ。じゃ、土砕とかあったら絶対いけると思うけど。三、いやー。倍率が怪しいからな。落ちない話も全然ある。等倍だから。ちょっと頑張ってほしいなー。硬くて。第三だ。耐えたけどだね。いやー、これでも多分ねー、大王道の行動保証と、あれでワンチャン悪くない？いやー、ダイマックスさえからしたらなー、もうちょっと話しちゃったけど、死ぬんよね。5つ目で。それがまあまあきつい。ただ、ドラパ側に多分、ゾウを一発で落とせるはずないはずだから、イバンを使うのはまあまあまずいな。頑張って。でも2個入るから、いや、ドラパーそれじゃさすがに処理できない。でも裏は処理できるはず。ポラロス。ああ、はいはいはい。これめちゃくちゃ入るくない？ダイオードね、AB ぶりだから、ワンチャン耐えると思ってるけど。歯がね、半分いったね。あ、これ僕の方が遅いから、アイヘでここ落として、うん。オッケー。いやー、ゾウさんいけてる。いいぞ。頑張れ、チンコ。ニックネーム、これを送ってきたさ、クソガキみたいなやつのニックネームね。動画の冒頭で公開してると思うけど、そういうことだからね。ドラパもめちゃくちゃ入るくない？ 4 分の1削れるでしょ。ステロ2回入るようなもんだから。うん。ねえ、ドラッパーの技構成な放射あるんだったら、こらえなきゃいけない。多分ないと思うんだよな。5台、はいはいはい。ちょ、ダメ消していいっすか？これかなりね、重要な話がある。大王道。B がね、振り切りなんですよ。ヒットポイントもともと多いからね。ドラパルトが5台で。あ、半分ぐらいしか削れないから。ハッチマッキはないね。身代わりあるから。アイヘでいい。耐えられても、それこそまあこらえる E 番で。いけるから。オッケー。余裕だね。B 方面まあまあ硬い。アイヘで落ちるでしょ。ういー。あぶねえ。じいじ。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やってきます。後陣とステロン刺さりがグロス以外にはまあまあ良くて。で、全員基本的にはエラ紙で破壊できるとは思うんだけど、ちょっと厄介なのは、まあ、足レはそんなでもないか。ダイオードでかなり削れるでしょ。相手ダイオード受け入れるのはまあグロスがいいのか。だ、地面技考えるとね、そんなにだと思うんだよな。それ以外に対しては逆にめちゃくちゃ打ち合えるし、投げていきたいかな。王道耳のラゴン。一気から入る？いや、王道耳のラゴンだわ。この大王道の王道とさ、王道を行くの、それがかかってるのが、いいよね、めちゃくちゃね。で、フェローチェは多分トンボで逃げていくかな。インファ打ってくるなら打ってくるで、まあ、2体するから、フェローチェ打ち合って処理できるのはでかいかな。まあ、後陣からでいいでしょう。なんだかんだ舐めてインファで突っ込んでくる未来あると思うけどな。で、僕別にフェローチェの助け考えると、ここ、ジャレ打つ必要ないから、アースとか全然あるんだよね。そうなるとグロスでちょっと投げにくかってほしい。まあ、マンダが出てくるのは全然いい。それは許してやるよ。あー、ちょっと一番まずいやつ飛んできた。
避けてください、避けて。それちょっと一番考えてなかったし、一番まずかった。だ、とりあえず通って、しかも死んだわ。メガネとかあった？危な。これ初手玉成功だわ。うまくいった。大成功したよ、初手玉。ドラ、あ、はいはいはい。マンダね。これは、てかもう、避けたのが全てだわ。気合玉はちょっと一番考えてなかった。気合玉ってそういう技だからね。打つことが負け筋だから、非常に危険と。竜舞。まあ、それはいいかな。起点にしてきてるつもりなんだろうけど、物理だったら怖くない。特殊でだ、大バーンとか飛んでくるのちょっと怖かったけど。あとは、まあ、眠ってくるかどうかね。こいつが。まあ、眠かごがいっちゃめんどくさいかな。それがいっちゃめんどくさいかな。フェアリーレンダでよくて。地面にいるんだったらさ、寝させないんだけど。あー、眠かごね。これで後人分をなかったことにされていて。かごのみでしょ？持ち物。はいはいはい。後人よりスチールだったら、さあ、B 上がって、竜舞の攻撃ちょっと耐えれる話あるけど。そんなことはなく、じゃれ考えるとここ相手前なくて、そうなると、まあ、シンプルに殴るか、大魔切るかだと思うんだけど、多分大魔切んないと王道殺せないでしょ？それ考えるとこう大魔案では、もう一枚でじゃれがさすがに、あ、でも耳、いや、裏的に多分もう一回前はいけると思ってるんだよな。じゃれに行くか。でワンチャン耐えるよ。あー、大マックス切ってる。ワンチャン耐えるくない？いやー、でも、いや、王道がね、大魔切ってたら多分何でも耐えてるんだけど、いや、こらえるでよかったか。もう一枚される方が嫌だなとかって思ったんだけど、それは、さすがになかったね。竜舞詰めば三立てだからな、このポケモン。ジェットは舐めてない？ジェットは舐めてない？いくらなんでも。それは、さ、甘くないっすか？じゃれ通る。これ、まあ多分ジェット一回餌あげとこうっていう話だと思うけど。刺さったわ。ゾウが最強。すべてをね、なんとかしてるわ。あ、ジェット連打か、マジか。いや、あー、待った。イバンじゃない、これ。イバンじゃなくて、2連決めてくんね。失敗する。まあ、ダイマックスターン枯らしきったから、それはそれでいいかな。まあ、ここミミックで止まるわけだから。トリルから行くか、ジャレから行くかみたいなとこだけど。まあ、素直に多分ミミックで一回良くて。素直にミミッキでよくて、ワンダチビになるでしょ。上から寝てくるなら多分ジャレで押し潰せる。まあグロスがいる場合がちょっとめんどくさいけど、ワンダ引くなら回復できないから。あー、でか。一枚は多分でもさすがにね、化けの皮込みで耐えるんよな。さすがに多分、そう、二発分のうちのさ、一発しか当たんないのじゃ、さすがに死なないから、大丈夫だと思ってる。ラストはこれもう耳のラゴンで、押しかけて勝ちだね。押し潰します。トリルから入るのが確実かな。で、次、影で、皮剥がして、ノラゴン、オッケー。ダイマックス環境最後の動画、これかよ。お疲れ様でした。GG。